いや、みやさん聞いてくださいよ。かなたんとな、初めて会って、まあ、初めてご飯にね、まあ、デビューします、うん、4期生仲良くしてねってお互いを紹介されて、事務所の方からね、はいはい、で、ね、あ、よろしくお願いします、キルココです、あの4期生同じ期の同期としてお願いしますみたいな挨拶をして、その後結構すぐにあの会おうぜってなったんですよね、私たち。なったね、なったね、うんうん、あの私と渡辺とかなたんはあの、うん、結構会いやすい環境だったのね。まあ近かったよな。そうそう、なんかすげえ近くてこれ。すんげえ近かった、びっくりしたよね。そう、そこだねってなって、まあでもみんな気づいてるか、かなたん来いよって言ってすぐ来た放送やったもんな。すぐに行ったからね。そりゃそうなんだよね。気づいてるか。うん、実はね、あのマックは僕がね、もうここに朝マックを食べさせてやろうと思って気遣ってね、うん、一旦別の駅で降りてマック買ってからまた電車に乗るっていう。やるやん。いきなりさ、朝にさ、アークしててなんか家来いよみたいな感じでさ、うん、いいなって言ったよな、ね、本当にね、あの辺はもう毎日必死だったけど思い出がたくさんあるね。私もね、もう林に命かけてたからさ、収益もねえのに、うん、いや、うん、分かる、僕も収益も通ってないのにさ、もうとにかくもう頑張らなきゃ頑張らなきゃって、あの時のさ必死なモチベーションってさ、私ね、戻れないんだけど、どう思うかな。なんていうか、今ももちろん命かけてて必死なんですけど、なんていうか、あの頃の本当のなんていうか、もう何、すべて捨てて、すべて捨てて、もうっていう状況、もうすべて失ってもいいっていう、いいっていう、そうだ、多分あれだね、それはいい意味で、今は失いたくないファンっていう方々ができたからかな、仲間とか、みんながいるから、なんか自分を大事にしようって思えるようになったよね、うん、あ、そうですね、あの子はさ、自分とかどうでもいいから、とりあえずもう盛り上げないと、先輩方の死んでもいいって感じですよ、だから正直そう、別にあの、そう、寝不足で倒れてもいいから盛り上げないとってね、責任を感じてた、盛り上げようって、そう、なんかあったよね、ホロライブに入った責任とさ、本当にもうなんか失敗してもうまくできなくても違っても何でもいいから、とにかくやる、すんかやる、ね、そう、なんか失敗したとしても、うん、あの、ほんと、チェード入ってれば許してくれるだろうみたいな努力してるのが、ちゃんと怒られてもやらないよりマシだみたいな感じで頑張ったよね。あったね。いや、懐かしいな。懐かしい、そういう感じで私たちは二人で、あの、うん、思い出を語るのちょっと楽しいね。今までやったことなかったじゃない。楽しい、いや、懐かしい。こうやって見るとさ、1年半ってもう本当に少しの時間で感じるけど、いろんなことあったな。ありましたね。